This is aimless love, sailing alone around my room until my day is done. Can you find the beauty in the small things? This is aimless love, sailing alone around my room until my day is done. Can you find the beauty in the small things? My salt shaker sings in sweet staccato rhythms. When light enters the room, it dances just for me. When we first find love, we hope it's never ending. When the sun starts to set, we see the good and ends of things. Funny how a fresh coat of paint can symbolize a new beginning, and the dropping of a hat can express one's urgency. I want the truth, full fat. I want love with all the trimmings. I want a new day. パイティアチャンネルママです。今日はもうほぼ準レギュラーとかしている鳥山さんとともによろしくお願いします。お願いします。大阪の豊中市にあるキャンプセールスさんに来ております。キャンプセールスさんの店長さん、はい、店長部長の野口と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はいろいろ紹介させていただきますので、はいはい、お願いします。じゃあ一つずつ見ていきたいと思います。はい、はい、じゃあ一つ目、キャンプセールスさんはあのオリジナル商品が結構あって、シェラカップが、こちら3種類あります。この普通のスタンダードな、シルバーと黒、そしてこれが大きめの 600cc、こちらがあのお米1合炊けるんですよね。で、あのこっちのおかま丼、おかま丼っていうのがぴったりこうはまるので、これはお米を炊いてみたいってなりました。すごい、でもオリジナルシェラカップでこの大きさっていうのは私初めて見たんですけど、これはこれに合わせて作ったのか、こういうのあったらいいなって思って作ったのか。大きいシェラカップっていうニーズは結構あったんで、はい、大きいのが欲しいっていうお客様が結構いたので、で、はい、作りました。はい、で、たまたま作ったら、そのおかま丼、あのオールドマーケットさんのおかま丼が、はい、ピッタリ収まったので、すごいですね。はい、使い方をされてるお客様が、はい、いてくださってますですね。はい、これはいいと思います。で、もう一つ、放浪のスタッキングカップっていうのも、で、3色展開してて、どれも色味がめっちゃ可愛いんです。でも、スタッキングもカチッと入るんで、これはめっちゃいいです。この取っ手もめっちゃ可愛いんですよ。このカーブが可愛いです。ぜひ手に取って見てみてほしいです。これ3色全部欲しいですもんね。この3つ並べたらめっちゃ映えると思う。シェラカップのケースですね。こちらもオリジナルなんですけど10個入るんですよね。はい、あの先ほどの、はい、こちらの朝方の、うん、標準のシェラカップが10個入るように設計してます、はい、取っ手もあるし持ち運びも、ここもね、なんかあのカルビナーをつけてこぶらされると。あ、じゃあだからもうあの徒歩キャンパーさんとかもリュックにね、めっちゃいいです。ファミリーバッグってオリジナルで作った時って結構生地が薄かったりとか、あ、手の部分がはいはいはい、なんかね、まあ、甘いちょぼかったりとかするんですけど、これはめっちゃしっかり、そう、縫製がしっかりしてて。チャックも大きめで、砂紙にも強いんですね。そうですね。あの砂紙でも壊れないように大きめのチャックでの採用しまして、うん、で生地はあのコーデュラの、センデニールの厚い生地を使ってます。センデニール、はい、本当にバッグとかカバンとかに使われるような、はい、しっかりした生地ですね。すごいですね。で縫製もあのカバンのプロですね、あのアプリシャキャンプさんが。あ一つ一つ手作りでやってますので。そうなんですか。はい、へえ。すごくいいものになってます。いいですね。これは本当おすすめです。
これも三色展開ですかね。色はリアルツリーであったりとか。あ、めっちゃありますね。はい、黒もあるし。はい、コヨーテ。コヨーテ。はい。コヨーテもあるし、ブラックもあるし。はい、あとマルチカムとかもあります。はい。へー、これもうおすすめです。はい。そう、豊富でいいオリジナルグッズを作るので、はい、あ、これはここかみたいな。で、あとびっくりしたのがこのライスパック、お米の真空パックですね。はい、真空パックです。真空パックで何年ぐらい持ってますか。ですね、無洗米 の、 あのお米入ってまして、ですね、賞味期限というのはお米はちょっとないんですけども、はい、真空の状態でしたらもう多分平気で2、3年以上は持ってくるとか、はい、結構持ちますよね、はい、もう完全に僕もあるんですけど、お米忘れちゃう、はい、そう、だからずっとに、はい、ギアバッグの中に入れていただく、はい、ね、あったら便利だと思います。これは無洗米やし、すぐ炊けるからそれいいですね。めっちゃ薄いですか。めっちゃ薄いんですよ。このマックの中にスッと入れて、そう、どこでも隙間に入るからこれはめっちゃ持ち運びしやすいですね。これもキャンプセールスさんのオリジナル。そうですね、はい、あのお米屋さんと。もう目の付けどころどうですか。すごいですよね。ブレンド米とか結構多いです。絹光、そうです、絹光、京都産の絹光、コシヒカリ の、 あの親戚にあたるお米ですね、はい、なのでお味もすごく良くて、はい、これは欲しいです。いや、すごい、この辺だけでも一本動画撮る。ね、いやー、すごい。ということで次行きましょうか。はい、続きまして、こちら兵庫県の、家具屋さんですか。家具メーカーさん、はい、家具メーカーさん で、はい、で、そちらがアウトドアブランドですね、展開されていらっしゃいます、はい、の、はい、コンテナはリッキーさんのセルフコンテナという商品になります。はい、めっちゃかっこいい。お色が、あの今あるのがオールナと。あ、色味もあるんですね。はい、オールナとオーク、はい、これが、これ2段なんですけど、ここの前も外れるんですね。はい、こちらサイドパネル外れます。外れるから、積み重ねたとしても中身が取り出せるから、棚としても使えるし、この上にさらに何か置いても取り出すときにどけなくていいっていうのが、めっちゃ便利やと思います。クーラーボックスとか上に置いてもあって、そうですね。はいはい。4面のパネル全部外れるんですか。そうですね。この横も上にタープを出してもらって、横も外れるんで。ああ。もう完全に。から取り出しができるっていうのはいいですよね。はい、なんかオプションパーツとかいろいろある。そう。組み合わせがね。はい、まあ、あの重量物入れてでもあのタイヤで転がしてです。うん、いろんなパーツが、はい、うん、こちらがあの M サイズになりまして、うん、もう一つあの大きい L サイズもありますので、お客さんにも使いたい方は、もうちょっとしたテーブルにも使えますよね。はい、オプションであの延長のパネルもありまして、2つを横にしてですね、はい、で、つなぎ合わせるという使い方もできます。これはもうサイト作りが楽しくなる一つやと思います。これはぜひちょっといいですよね。あの家具屋さんが作ってまして、はい、強度もそうなんですけど、あと軽量化にこだわって作っていらっしゃいますので、ちょっとあの持っていただいて、はい、あ、はい、木製なんですけど、はい、私力そんなないと思うんですけど、結構スッて持ち上がったんで、意外と木やけど軽いので、中にランタンとか入れても全然女性でも持てる軽さです。スタイリッシュやし、めっちゃ可愛いと思う。
またあの沼への第一歩になりますね。これ買ったけど、あれも欲しいなって絶対広がっていくからオプションパーツがそう、車の中もすっきりしそういろんなね、上も詰めるし、これはおすすめ、これもおすすめです。はい、次行きましょうはい、次は、こちらもキャンプセールさんのオリジナル商品、フットレストなんですけど、さっき あのシェラカップケースと一緒のメーカーさんが、アプリシアキャンプさんが作ってはる商品です。フットレストって今までこの椅子はこのタイプの椅子のみですか？他のヘリノックスとかはちょっと難しいですか、取り付けは？あ、できます。あ、じゃあここがカチッとはめて、カチッとはまるものは何でも使います。これは初めてですよね。はい、いろんな椅子につけれるっていうのは。そうですね、はい、ね、今までなかったんで私もちょっと気になりましたフットレスト、うん、さっきのあの、シェラカップカバーもそうなんですけど、やっぱり縫い目がしっかりしてるんで、こちらはあの中身の構造が5層になってまして、はい、すごく硬いあのプレートが挟まってまして、はい、本当に頑丈に製作されてます。はい、でこの手のタイプ のフットレストって壊れることは多いんですけども、はい、そういうことがないようにですね、しっかり作り込みを、してもらってます。はい、これは新しいですね。いいですね。うん、コンパクトでいいと思います。はい、こちらも大人気商品。はい、じゃあ続きまして、こちらはあのアイルランド の、ね、ブランドになりまして、デュバディというブランドです。はい、もともと野口さんがあれですよね、セーリング関係というか、そうですね、ヨットとかをやって、ヨットやってまして。そうなんですね。はい、こちら特徴としてですね、表面は革なんですけども、中身の生地がゴアテックスになってます。はい、で、アウトドアで使えるブーツということで、ヨットの方ですごく有名になったブーツです。へー、はい、でこれ長靴としてもいいですよね。長靴にもなるみたいな。でもヨットで使われてるやつなんで、びしゃびしゃになってもびしゃびしゃになってもの汚れた時はもう水洗いしたりで大丈夫です。普通革靴とかって水洗いできないんですよ。そうですよね、なんか手入れ入れますもんね。そうそうそう、もうこうオイル塗って靴のこうクリーム塗ってみたいな、うん、そうですよね、もうすごいいろんな手入れが必要なんですけど、うん、ヨットで使われてるし、アウトドアでもめっちゃ使えると思います、ね、で重たくない革靴やの、うん、めっちゃ軽いんですよ。びっくりしました。そんな重たくない。え、こちらがメンズですか？メンズサイズ。あ、インセックス。あ、そうなんですか。はい、サイズはいろいろ、いろいろあります、サイズも。はい、めっちゃ可愛い。色もいいっすよね。このロングなのか、このミドル、ね。そうですね。はい、今店頭にあるのはそちらの。色味もね。めっちゃいい。この緑めっちゃいい。これ実際に見てもらいたい。ね、伝わるかどうかわかんないですけど。めっちゃかっこいいです。こっちのブラウンもね、めっちゃかっこいいんですよ。うん、この色。ね、この。欲しい。脂肪加工もしっかりしてるし。はいはい。すごい綺麗な感じ。これもめっちゃいい。ね、うん、イギリスの王室とかでも使われてます、ね。使われてます。あの有名な人でした。あのベッカムとか。おお。ベッカム。ベッカムと同じ靴を履ける。ベッカムが履いてるって思ったら欲しくない。なんか結構一流の人でも。うん、やっぱ認めるだけの性能があったりとか、もうやっぱ縫製技術とかそういうところも全部含めて、そうですね、めっちゃいい靴だと思うので、これはおすすめです。これ見たことない、ね、本当に初めて見ました。百貨店とかで作られてるとか、百貨店とかで取り扱われているような、はい、たまに展示とかしてますね。キャンプセールさんのモーターの野口さんのつながりで、はい、はい、そうなんですね。はい、それは見たことないはずだ。すごい珍しいですね。へえ。これぜひ来てね、はい、見てみてください。はい、お次はこちらのエクスペドのマットです。
こちらもう見た感じもうすっごいしっかりしてて厚みがすごいありますよね。そうですね、こちらの商品、インフレーターで空気を入れていただくと10センチ厚みになります。10センチって結構しっかりめのマットだと思うんですけど、これは、通気性というか結構肌触りが、そうですね、表面の肌触りがすごいいいですね。はい、はい、撥水性もありますので水漏れも多いですね。はい、でもう折りたたんだらすごいコンパクトにすみませんそうですね、インフレーターのマットの一種で、でなおかつその寒冷地で使っていただけるような、はい、設計をしています。はい、あ、じゃあすごくあったかい、はい、あの中に、はい、マイナス40度って書いてある、はい、マイナス40度までいけない、すごい、はい、じゃあ冬にはもってこいのマットですね。そうですね、冬用のマットになりますね。はい、すごいですね、はい、めっちゃ中に使ってるマットレスぐらいの厚みあるそうですよね全然ある。これもあの空気を入れるんですか。そうですね、はい、ほっといたらボワー、はい、吸気側のバブル部をこう開けていただいて、はい、で1時間ぐらいちょっと放置したけど自然にこうあの膨らんできます、はい、で最後にあのポンプで、はい、あの膨らませてあげると、はい、これも ついてるんですか。はい、付属しています、はい、へで、こちらの最大の特徴はあの中の構造ですが、中綿とですね、はい、であと、ウレタンフォームが入ってますので、へ、はい、でアメリカの企画試験で、こういったタイプ のアウトドア用のマットとしてはあの最大最高のですね、あの断熱性を持っているということで、はい、すごいですね、最高の断熱性、はい、めちゃめちゃ寒くてもこれがあればいけない。そうです、はい、でもマイナス40度マジですよと、はい、じゃあもうこれで何だの寝袋で寝たらもう暑いぐらい暑ってなるか、はい、やっぱ普通背中からこうコットとか使っても冷気ってなりますね、はい、あ、じゃあコットなしでコットなしでもいけます ね、はい、はい、めっちゃいいですよ。でコットよりも全然軽いので、はい、じゃあこれだけあの持ってって、そうですね、こちらともう寝袋で使っていただけるかなと。続きましてこちら、焚き火チェアベスタレーズスカーペットさんの焚き火チェアです。こちらの特徴としてはこの金具ですよね。はい、そうですね、はい、こちらは、チェアの座面ですね、あの本格ヌメを使っていたりとか、木材もですね、そういうものを使っていたりとかするんですけども、一つ一番の特徴はこちらの金具ですね、三つ股の、はい、金具になります、はい、こちらはですね、職人さんが一つ一つ手作りでですね、三つ股の金具を溶接して作ってまして、でそれによってすごく素晴らしい耐久性というのを作り出していると、はい、焚き火チェアになります。はい、家具の椅子のですね、耐久性試験合格しています。もう何万回とですね、座ったりとかスノーを繰り返すという試験が日本航空企画であるんですけども、そちらに合格しているんですね。はい、すごいですよね、こういうなんか簡素な感じの椅子なんですけど耐久性があるっていうのは素晴らしいと思います。色はこの2色、はい、食べるとブラウン、この色のね、選ぶのもめっちゃ迷いそうなんですけど、はい、もうあの店頭で1時間くらいずっと悩みながら色を選ばれる方いますね。そうですよね、はい、絶対迷うもん、どっちも好きやもんこの色もちゃんと合わせてあってね、バンドの色が。そうですね、あのこちら閉める、あの収納するときはこう、あで、あ、これもバンドですね。あ、めっちゃいい。こうや。こうで出かける。もう運動会とかもこうでも。運動会これ座ってると思ったらこうびっくりするな。あれみたいな。あれはベスタニーズスカーペット持ってきて。いやー、おしゃれ。これはおすすめですね。いいですよ、これ。こちらも本当に確かに。
ベスタレーズスカーペットさんの竹道屋でした。はい、はい、じゃあ続きましてこちらのパセコの灯油ストーブです。こちらも人気商品になってるんですよね。はい、そうですね、今年から発売の商品になってまして、はいはい、キャンプ用のモデルになります。へえ、はい、あ、キャンプ用で作られた。はい、設計されてますね、はい、へえ。こちらはパセコの大型ストーブで、名前がですね、キャンプ25というモデルになります。はい、火力が、6.4kW、結構パワーですね、パワーがありまして、はい、火力の強いモデルで、真冬でも暖かいストーブになります。はい、あ、じゃあ結構でっかい テントでも、はい、中がもうこれ1台で暖かい、はい、行けちゃうかな。めっちゃいいですね、はい、これは、はい、でもこれって結構売れ筋なんで、はい、在庫とか。そうですね、これから順次たくさんまた入ってきますので、お買い求めいただけるかなと思います。はい、こちらの一番の特徴が大型の火力ストーブという結構積載が大変な大きいタイプばっかりなんですけども、はい、縮まります。あ、はい、コンパクトになる、はい、高さが変えれるということです、はいはい、こちらをこう開いて、うん、おー、詰まりまして、はい、運搬の時はこのサイズで持ち運ぶ。あー、はい、なるほど、コンパクトになるんですね、はい、だいぶ10センチぐらいですかね、下がった。そうですね、はい、こちらの高さで44センチになりますので、はい、収納がコンパクトになったっていう、はい、車の積載の時にはこのサイズで運んでいただけるとなります、はい、他のモデルではもうそういうことができなかったので。そうですよね、はい、初めてですよね、これは、はい、こちらちょっと日本の認証まだ入ってきたばかりで取ってませんでして、屋外専用ということで販売してます、はい、なるほど、はい、もうまさしくキャンプ用ですね。そうですね、はい、でこちらが専用の、別売りのケースですね、はい、ケースもあって、こちらもケースですね。あ、パセコって書いてある、はい、かわいい。へえ、これやったらめっちゃ持ち運びもね、はい、そうですね、持つとこもついてるからいいですね、はい、これはぜひ今からの時期おすすめの商品になってますね、はい、いけると思います、はい、はい、以上です、はい。